未来のアスリートを育てるレシピを紹介する未来レシピ。先週に引き続き今日のゲストは女子棒高跳びの阿孫子朋美選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、ウェブでも先行配信していますけれども、サラダチキンをアレンジした旬の青豆を使ったサラダをご紹介しましたけれども、恵比先生、今日は何を教えていただけますか？はい、サラダチキンのタンパク質たっぷりなその素材は見ていただいたと思うんですが、はい、今日は、それに卵とヨーグルト両方ともこれにプラスしてさらにタンパク質が取れる、でそれに、カルシウム源である、ヨーグルトと一緒に合わせたタルタルソースを作りまして、それを旬の野菜とあえてボリュームたっぷりなサンドイッチにしていきたいと思います。もう聞いてるだけで美味しそうですね。なんか減ってきましたね。タルタルソースの中にたくさんのいろんなものを、入れることができます。で今回は、卵とそれからヨーグルトとっていう形ですけれども、その他にも刻んだ野菜を入れたりとか、いろんなアレンジができるんですよね。でそれをさらにサンドイッチにすることで具材にもしっかりと味をつけることができますね。で今日は近江野菜の中でもサニーレタスを使うと思うんですけれども、はい、その他にも例えばクレソンであるとか水菜であるとか、それもサンドイッチの中に入れて、でタルタルソースと一緒に食べていただくと本当に無理なく美味しく青菜をたくさん食べることができると思います。栄養たっぷりですね。そうですね、キュッとまとめることで夏場少しね、だんだん暑くなってくると食欲がなくなってきてしまうと思うんですけども、そんな時にも食べやすく食欲をカバーする料理としてもいいと思います。はい、それではサラダチキンとヨーグルトタルタルのサンドイッチ調理スタートです。今週も料理を教えてくださるのはエビ研究室の獅童由佳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もサラダチキンを使っていくんですけれども、そのサラダチキンの調理方法はウェブでご確認ください。さて今日は先週作ったチキンを茹でる時に一緒に卵を茹でて、茹で卵を作ります。はい、茹で卵ここにあります。はい、それでは切っていきましょう。今からサンドイッチのソースを作っていきます。茹で卵はみじん切りにしていきます。はい、もうこれは適当に。はい、そうですね。はい、次は、はい、こちらの玉ねぎとピーマンをみじん切りにしていきます。でこちらだいぶ水分が出るので電子レンジで1分くらい水分をある程度飛ばします。ベチョってなっちゃいますもんね。そうですね。はい、はい、では材料を混ぜていきます。はい、水分を飛ばした玉ねぎ、ピーマン、マヨネーズ大さじ1杯、続いてヨーグルト、こちらも大さじ1杯になります。大さじ1杯で最後に味を締める塩コショウ。ヨーグルトで、マヨネーズだけの時よりもより、ヘルシーに脂肪分を、はい、抑えられます。よりこうアスリートに適した。そうですね。で、はい、さっぱりした味になります。こちらでタルタルソースの完成です。はい、それではパンに具材を挟んでいきます。はい、まずはバターを塗ります。次にマスタードを塗っていきます。マスタード、はい、これもお好みで。そうですね、こちらも、はい、続きまして、レタスをいきます。彩り、はい、パプリカを。あ、パプリカ乗せます。はい、これはもう生のパプリカ。そうですね、はい、はい、そしてこのはいタルタルソースを乗せます。で出来上がりました、こちらのチキンを。チキンですね、はい、あら綺麗。残りの具材をさらに乗せます。おサンドしていくんですね。はい、わお、すごいボリューミー。このように挟んで完成です。やったー、はい、それではチキンとヨーグルトタルタルのサンドイッチ召し上がれ。はい、いただきます。すごいボリュームがすごいですね。ねえ、持った感じもどうですか？結構ずしっと、結構ずっしり、はい、あります。食べ応えがすごいありそうです。ねえ、おしゃれですね。おしゃれですね。いただきます。かぶっと、はい、いっちゃってください。いろんな野菜がタルタルソースに入ってるんですよね。そうなんですよ、いろんな食感とシャキシャキがすごいあって、うん、美味しいです。やっぱサンドイッチなんで、うん、なんか試合の合間とかにこう食べれそうな感じが、なんか手軽に食べれる感じが。力つきそうですか？つきそうです。
なんかすごいすぐにエネルギーに なってくれそうな感じがします。はい、まだまだこの後も選手としてどんどん活躍されていかれると思うんですけれども、はい、どんな活躍を。はい、そうですね、日本選手権がちょうど6月の末で、私出る日は24日なんですけど、6月24日、はい、日本選手権があるので、そこで自己ベストが更新できるように、はい、頑張りたいと思います。